よ。おっと待ちな。こっから先へは行かせねえよ。今更下っ端の出番でもないだろうよ。殺されたくなかったら道を開けな。調子づくのもそこまでにしとけよ。俺の仲間を見たらビビるぜ。甲賀三郎、前にクラブミルトンで倒した。アシュラ界の飼い犬になっちまったのかよ。悪いな。ありがとう、ワコードよ。どうか、この国を。必殺の霊的国防兵器でも叶わないだなんて、結局逃げるのか。こいつらは昔から進歩がねえな。
悪いな。仲間を見ろ！いいわ。もう話さない。この先から強力な悪魔の反応あり。中に入る。気を悪魔を率いるアコードども、必殺の霊的国防兵器と称されたこの地匠を思いかねん。ゆえあってお主らをここで説く。思い巡りて思いかねん。地を司りて幾清掃。地をもって国の恩に報いれば、地を血肉に国防の霊をなさ。知りて知れたる愚か者なら、お主は地を知らしめられよ。
で終わりだ。知識も知恵も全ては民の幸せに。お主ならばこの国をどうなすか。必殺の霊的国防兵器、こんなに強いのに田山に使われるなんて、一体どんな気分なんだろうな。の仲間を見ろ。へっ、悪いな。
俺の仲間を見ろ！
強力な悪魔の反応あり。中に入る。待っていたぞ、悪魔を率いるワコードどもよ。貴様らが目指す力の孤児が我が国のためになりうるか否か。必殺の霊的国防兵器と恐れられし雷神道真がしかと見定めてくれよ。野心にて惑わされた若き力と私欲にて刺激された古き力、それら互いに切り結べば浮かぶ姿は肉にか修羅か。指し示すはただ一つ。覚悟しな。ある限りこの身田山なる者の承知、ただひたすら刺激さるるは無限に続く地獄のごとし。バコードよ、貴様にならば。無能な野郎が力を持つってのは、周りの奴が不幸になるってことなんだな。礼を言うぜ、道真さん。勉強させてもらったよ。バロンさん。
そうよ。まあ。覚悟しな！
面倒見てやる。バロンズ。
なんだここ。おや？前より人数が減ったようだが。ま、なんでもいい。ようこそ無限発電炉ヤマトへ。とでも歓迎されると思ったか、お二人さん。まったくお前ら、一体どういうつもりなんだよ。え？この私の恩情を忘れ、ユリコ、いや、リリスに寝返りやがって。お目当てはこれか？こいつのスイッチを押せば魔界のゲートが開く。ユリコのやつ、このリモコンが目当てだったのか。分かってるなら話は早い。そいつをよこせ。冗談じゃねえ。東京どころか世界がめちゃくちゃになっちまう。何を今さら。民を人間農場で赤玉に変える小悪党が。このクソガキ。お前、魔界のゲートが開かれれば多くの悪魔が東京に溢れるんだぞ。今の赤玉の生産ペースでは到底まかないきれないほどの悪魔だろうさ。悪魔に食いちぎられた無残な死体の山がこの東京にいくつも築かれるぞ。なあ、君。これまで平穏だったよその国のルールを強引に変えてしまうというのかい？そんなことが許されると思うかね？そうだろう。許されるはずがないよな。無駄話はその辺にしようぜ。やり合うつもりなら早くしろ。お前を倒してリモコンをもらう。残念だよ。言う通りにしてりゃアシュラ界で使ってやろうと思っていたのに。代わりにお前らの不法を利用させてもらおう。天井の上から来た侵略者一行を、あのアシュラ界が見事成敗しました。田山様に逆らうと、この東京では生きていけません。とな。東京は俺のもんだ。俺のユートピアは誰にも邪魔させねえ。俺に切り札を切らせた代償は高えぞ。ユートピアの逆賊ども、かつて国を守ったこいつに成敗されてこい。行け、ヤマトタケル。我は必殺の霊的国防兵器の一柱、ヤマトタケル、主の命だ。悪く思わんでくれ。こいつで終わりだ。悪いな。なるほど、腕は立つよ。だが背負うものが違う。そなたは所詮は一匹。
何も背負わぬ野の獣、国を背負いし森人たる我とは火にならぬと知るがいい。バレた、あのようなゲスな輩に好き好んで刺激されてはおらぬ。手下ならば手下なりに己の使命を全力で果たすまでだ。食らいやがれ。そうなんだ。本当に熟慮してこのような行いをしているのであろうな。もしそなたが大勢に守られ恩恵を受ける立場ならこのような行いを是とするのか。斧が身さえも顧みず破壊と混沌とを求めるというのか。恐ろしい。この男まさしく国にあだなす者。へっ悪いな。和を重んじた火の国にこれほどの混沌が栄えようとは。和だと？随分と口当たりのいい言葉だぜ。そんなものは所詮弱者の免罪符、民をふぬけにするまじないだ。民が共に手を取り合ってこそ国家というものだ。傷を舐め合って自滅するのはごめんだね。俺は強くなる。あんたを倒してもっと強くなる。覚悟しな。時勢はこの和光度とも味方するか。コロナこの国さだめ。おいおいおい、冗談じゃねえぞ。何勝手に負けてんだ。おい、お前の相手はこっちだぜ。なあ、俺はこれからどうなるんだ。さあな、自分で考えなよ。ガキが。渡してくれるな、リモコン。だ、ああ、分かったよ。ほら、ほら。ほらよ。
スイッチを押すだけでよかったか、田山さんよ。そうなんだけど、考え直すことはできないのか。悪魔だぞ、東京に悪魔の大軍だぞ。お前がやってくれ。そのリモコンのスイッチを押すんだ。おい、そこのポニーテール、悪魔だぞ。おい、聞いてんのか。しかとしてんなよ。やめてくれって言ってんじゃないっすか。お前怖いのか。正直俺だって怖いけどよ。でももう帰る場所なんてないんだぜ。俺はここで待ってるよ。ちょっと外の空気でも吸ってこい。戻ってきてくれたんだな。信じてたよ。考え直すことはできないのか。悪魔だぞ、東京に悪魔の大軍だぞ。お前がやってくれ。そのリモコンのスイッチを押すんだ。おい、そこのポニーテール。門が開かれたぞ。知恵や知識と交わり、欲を覚えたアトムが再び門を開いたのだな。お前の中のミトコンドリアの塔、人はなぜ生まれる、世界はなぜ存在するか、考えたことはあるか。一部のアトムが反乱を起こそうとも、一部の細胞が傷つくのも、傷ついた細胞は他の細胞が元に戻してしまう。この連鎖を断ち切るには別の選択が必要なのだ。お前に選択のための道しるべを示してやろう。君、気がついたんだね。よかった。おい、ヨナタン、話をそらすな。君、すまない、少し取り込んでいるのだ。
な、ヨナタン、バローズが言ったろ。ここは悪魔討伐隊の基地なんだぜ。なんで俺らがこんなとこにいるんだっつーの。知るものかよ。なぜかみんな、ここで倒れていたのだから。俺はこいつと一緒にリリスのところに行って、それから。待ちたまえ。そんなはずはない。彼は僕と共に、築地本願寺でリリスを倒したのだぞ。リリスを倒しただ?こいつと?ち、話になんねえ。頭がこんがらがってきやがった。真っ白い奴らに説教される夢といい、なんなんだよ、まったく。ちょっと外の空気を吸ってくる。真っ白い奴らの夢?僕も同じ夢を見たぞ。君はこれからどうする?ひとまず僕も外の様子を見に行ってくるよ。ちょっと間が空いちゃったけど、クエスト達成お疲れ様。バローズ、